はい、ということでね、今から類似の続きやっていこうと思います。それじゃあ行くぞー、ゴー。ではまずはここのね、裏ゴールを、見つけていこうと思います。いやー大変なんだよこの裏ゴール。あー怖い、これ1個目ね。あー難しい。あーやられてか。まあいいや。で2個目がどこかなんだよな。あーちょっと待って。 OK OK よし OK OK。 あーやばい、いて。まあでもなんとかなる。どうだ。でここで2個目でしょ。腰下絶対あるだろ。なんもないか、意外だな。ここはないんだよね。まあ、2個目ですね。はい。この上か。なんもないな。わからんな。なんもないかな。絶対ここなんかあるだろう。絶対ここに3個目がある。か、裏ゴール。ほら、あった。上になんかあるだろう。絶対上なんかあるから。なんもない。ほら下にもある。あ、上か。そう行くのかい。あー、はいはい、裏ゴール。よしよしよし、任天堂の考えることはお見通しでない。よい、コースクリア。オッケー。ではじゃあ次行きましょうか。じゃあ次はロック山脈の骨骨コースターですね。やっと来たよ、骨骨コースター。うわ、取ってんだ。あー、ちょ、先取っていきます、取って。先取っていきましょう。セーブしなくていい。こっち。で、あー、ミスった。ちょっと待って待って待って。で、トッテンが、フローズン大事だね。トッテン捕まえてから骨骨コースターに行き、骨骨コースターから、ラスト面、アリスタ、まあ、こいつ倒してから行くか。ロック山脈の最終コースの裏から行きましょうか。踏むだけかい。はい、オッケー。楽勝。めちゃくちゃ簡単。オッケー、よし。はい、簡単。でもね、多分ね、アイテムが溢れるんじゃないかな。ちょっとそこが不安ですね。やっぱり溢れる。これいらん。捨てる。はい、じゃあ次。トッテンちゃんを捕まえましょうか。で、こいつ捕まえて、で、ね。一番難しい骨骨コースター。まあでも、こいつ捕まえるのも一苦労なんだよね。本当に。冗談の時にタイムが。ちょっと待って。あー、ダメだこれ。よいしょ。いたち耐えるかい、ここ。あー、もう、やばい。ここむずいって。どうしよう。あー、ここで少しと。あ、終わった。よいしょ。あー、ミスった。いやー、畜生。じゃあ、ちょっとアイテム使っちゃいましょうか。どうせね、取って捕まえたらもらえるんだから。使っちゃいましょう。これいらん。Here we go! さあ、行きましょう。ほんとここ難しいんだよね。でもね、まあ、ムササビ持ってたらね、特攻できるから強いんだよね。正直なこと言うと。はい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 。オッケー。終われ。あー、くっそ難しいな。よし。あー、やばい。あー、やべや、ミスっちゃった。よいしょ、難しい。終わった。終わった。やられた。もう一回行きましょうか。
バイバイだよ、ね、もう。はい、これ使っていきます。ニューのやつを使っていくぜ。あー、ミスった。で、特典タイム。こいつ一旦捕まえて、そして、ね、気持ちよく終わりましょうか。ツー、ワン、ゴー。急げ。急げ、とにかく急げ。あー、むずいな。頑張れ。ラスト。あー、全部集めたいってもいいや。まあいいや。グリーンコインはどうでもいい。はい、ゲット !OK! いやー、大変だった、本当にもう。はい、ありがとうございます、キノピオちゃん。では、じゃあさっき言った通り行きましょうか。じゃあ一旦どうしよう。困ったな。はい。で、ここ行っちゃって。6300。ロック300に行くでしょ。で、ここで吹っ飛んでからボタンを押して、で、骨骨交差ですね。ヒュイゴー。さあ行きましょう。パックンと骨骨交差。あ、なんか地上か。今度なんかマリオ U だったら地下だったよね。危ねえな。怖い。ああ、パックンか。待って待って。よし、オッケー。オッケー、ふん。ああ、なんだなんだ。危ない、怖い。ああ、もう、ちょっとやめてくれよ、ほんとにもう。まあ、やり直しましょうか。落ち着いて。ヒュイゴー。続いていきましょう。どうなってんだか。ああ、やばい。こっちか。あー、取れなかった。もういいや。1個目は簡単なんだよ。お前、ちょっと待て。あ、ダメだ。あー、やり直しだ。もうちょっと待ってくれよ、ほんとく。これアイテム使っていいね。アイテム使っちゃおう。プロペラ使っちゃおうか。ヒュイゴー。さあ行きましょう。オッケー。なんもないかい。懐かしいな。なんかプロペラでさ、コネコネコースターっていうのはいいっぽいね。オッケー、よし。あ、来い来い。あ、やった、ゲット。そして隠れる維持も発見。なんもないんかい。簡単じゃね、めちゃくちゃ。あーで跳ねてくると。いい、怖い怖い。あー怖い怖い。危ない危ない。で最後に、出てこないか。てっきり最後のとこでスター今度出てくる。なんか、骨骨コースターの割合もっせーなスピードが。はい、無視。いや、ラストのコインめがけて、大ジャンプしましょうか。危ない怖い怖い。あ、絶対ここある。はい、楽勝。超簡単。何があるんだ？どういうこと？まあいいや、無視して。コースクリア！オッケー！なんかいまいち最後のギミックはよくわかんなかったね。謎のギミックだったね。では、最後にはね、あそこ、ボス戦ですね。ボス戦をちゃちゃっと終わらしちゃいましょうか。ん？また取って捕まえに行きますよ。あ、でも、取って全部捕まえたような気がすんな。まあ、一応行っとくか。まあ、一応行きましょうか。じゃあ、この取って捕まえて、って感じでしょうか。取ってだけ捕まえちゃいましょう。はい。いやー、マリオ U のコースはね、どうしてもなんか、コースを行き来するのに時間がかかる。ヒュイゴー。さあ行きましょう。うわ、巨大な世界だよ。しかも、プロペラとかめっちゃ少々いいんだよな。困ったな。
あーもうダメかい。くそー、悔しいね。使っちゃいましょう、もう P のね、どんぐりちゃん使っちゃう。 OK Here we go。 Here we go。 さあ行きましょう。巨大な森のぶら下がりツタ。さあ行きましょうか。2、1、ゴー、スタート。簡単すぎる。あ、終わった。むずいんだよ、ここマジで。ああ、もうほんとむずい。よいしょ、難しい。ああ、走れない。走りたいのに走れない。オッケー、ちょっと待ってね。待って、取って。ああ、やばい、終わった。あーむずい、あっぶねー、超ギリギリだった、セーフ。では、次のねボス戦に行きましょうか。はい、 P スイッチ持って、でそれ6300ですね。あ、6300行かなくていいか。マシュマロウインカー行こうか。マシュマロウインカーに飛んで、あ、いやいや、6300このまま行っちゃう。あ、ミスった。左左、もう普通にコース割れた方が早いかもしれない。で、右にこうやって行ってね。で、あとは簡単なんだよ。で、左行くでしょ。で、こう行って、次が、あ、オッケーオッケーオッケー。で、どうすればいいんだ、これ踏めばいいのかな。で、踏んで、こう行くのか。めんどくせえな。はい。やっといけるぜ。はーい、行きましょう。これ大変なんだよね、ほんと。さあ、ロイの鉄箱トリックの城。で、ロイちゃんをね、後ろから倒してやるぜ。うわ、むずい。大変だよ、これ。早くして。あ、わからん。もう使っちゃう、アイテム。ちょっとアイテムマジで使わないと、ほんと、溜まっちゃうから。使っちゃいましょう。はい。Here we go！ さあ行きましょう。ロイ自体は弱いんだよね。けど、ステージが難しいのよ、マリオっていうのは。はい。こう行っちゃえばいいんだよ。あ、挟まれんのかーい。ここで捕まんのかいっていう。もう一回使っちゃえ。バイバイ。あ、ミスった。こんなんじゃ戦えるわけねえだろ。はい、行きましょう。これもほんと大変な戦いなんだよね。よいしょ。オッケー。こうやってね、無限にふわふわしちゃえば安心安全。危ねえな。ささっとロイちゃんを倒しちゃいましょうか。で、ロイは確かね、大砲持ってるんだよね。声優変わったね、ウィンの頃と。声優変わりましたね。よし。ウィンの頃はもうちょっと声低かったよ、ロイは。ヤッフー！ヤッフー！マリオの声はね、多分確かね、最初から変わってないんだよ、まだ。あ、いや、同じか？声優さん同じだね。よくよく聞いてみたら。で、こっちだね。で、ここで倒しちゃいましょう。まだか。あ、意外に、こっちか。え、なに？真ん中？オッケー！楽勝！意外とこいつ結構長いな。はい。はい。はい。ここだな。違う。こっちか。あ、真ん中か。あ、やばい。オッケー、楽勝、大勝利。いやー、ロイちゃんもね、もうちょっと強ければいいんだけどね、ほんと。なんかさ、普通のゲームってさ、ボスがむずいんだよ。はい、オッケーですね。はーい、スターコインを全部集めちゃいました。イェイ！セーブします。はい。よいしょ。
はい、ということでね、今回もチリワイドでこの辺で終わりたいと思います。YouTube もチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。またですね、皆さん、この私が今来ている、よいしょ、ちょっと、見えないな。ケイノロンドンっていうね、T シャツがございますので、気に入った方はですね、ぜひぜひ、そのね、URL から、ご購入よろしくお願いします。LINE スタンプもね、ありますので、ぜひぜひダウンロードよろしくお願いします。メインチャンネルのね、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。また見てくださいね。さようなら。バイバーイ。